どうも、はじめまして、愛き旅の愛きと申します。今日はよろしくお願いいたします。今日はこの場所ね、僕がどんな風に動画を撮っているのかみたいな画をですね、簡単に紹介してみようかなと、撮影現場の裏側を全部見せてみようかなという風に思っております。このね、動画でですね、僕自身の確認の意味もありますし、これから動画を始めたいっていう方の簡単なアドバイスであったりですね、またまだまだこのね、撮影現場の環境まだまだ良くなる余地がたくさんありますので、自分自身でそのどんな風にして良くしていくかとかね、その辺も確認したいし、またアドバイスとかね、いただけたらいいなと思ってですね、動画を作ってみました。1年半ぐらい試行錯誤して今の段階に至っている感じですね。はい、では早速ですね、撮影機器と、必要な撮影機器と、どんな風な撮影をしているのか、それからどんな工夫をしているのかみたいなことをですね、紹介してみたいなと思いますので、一つよろしくお願いします。それでは行ってみます。で、今ね、撮っている環境なんですけど、もう1台のカメラに切り替えてですね、お送りしたいなと思います。それではよっ、はい、行きましょうでしょうか。今ね、こんな感じでね、僕撮影してるんですけども、よくやりがちなのが、壁のすぐ前に立って、でカメラここに持ってきて撮影するって感じですね。なんか立体感があんまりないみたいな感じなので、やっぱりここの距離を離す感じ、こんな感じで壁よりも結構遠の 1.5 メートルから2メートルぐらい遠のいて撮影すると、後ろの背景が綺麗にボケてですね、立体感のある映像が撮れるのかなという感じですね。カメラと被写体は近づいちゃってもいいんでしょうけど、できるだけ離すというふうなことが、この後ろの背景がボケて、被写体が強調されて見るものを引きつけるというような感じになるのかなという感じですね。こんな感じ、よし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 、1メートルか 1.5 メートルぐらい前に出して撮影してますね。で、後ろへね、僕の場合はこう前へ下げたり後ろへ下げたりするので、椅子をね、こうやって前へ下げるので、床にね、なんか傷がつきやすいので、滑り止めのゴムが貼り付けられてるような絨毯を買ってきて、これを丸く切るんですよね。ほんでそれを丸く切って、こっち側の布面を下にして、この滑り止めのゴム側を足側にして、敷くんですよ。そうするとこの床面が絨毯側のこれでクッション材になって、擦れないし、足側が先にずれて足がこうずるって向こうへ行かないみたいな滑り止めにもなるので、100均のあの滑り止めマットを切り取って反対に置くみたいな あの工夫を今してます。これだとこうスルスル動くんで傷がつかないかなと。床の掃除もできる感じですかね。はい。すごいホコリがついてますけども。はい。閲覧注意ですけども。はい。こんな工夫を僕は今してます。基本的に、いるものとしてはカメラですね。それから三脚ですね。これがあれば、普通に撮れます。カメラのボディのね、内蔵のマイクでもいいんですけども、もっとより良い音を撮るっていうことで、ロードのビデオマイクロを購入して今つけてるところですね。ライト、この天井のライトだけだとちょっと暗かったりしておりますので、この照明用のスタンドを構えるのと、照明自体ですね、これヨンヌオっていうメーカーですけども、こんな感じの照明を使ってますね。で、照明だけだとちょっと明るすぎるので、こういった、ソフトボックスってやつですか、これをつけてちょっと照明の色をマイルドにして、当てていると。向こうか裏側に行くとこれですね、間接照明ですね。これがあるとないのでずいぶん違うんですけど、床に置いて壁に反射させて、こんな感じの色を作ってる感じですね。カメラだけ、カメラの三脚のみの映像でお送りしております。だから音声もカメラの音声のみですね。今どうでしょうか。こんな感じからちょっとずつアイテムを付け足していってみましょうか。次はこれにボディ内蔵マイクから外付けマイクの方ね、ロードのビデオマイクロに切り替えてみたいと思います。はい、いかがでしょうか。
音量レベルは同じぐらいに編集しますけども、まああんまり変わらんかな、屋内のね音声はあんまり変わらないんですけども、ガンマイク1個あったらいいのかなという感じですね。あとそうですね、これに、やっぱ照明を当ててみたいと思います。こんな感じになるんですよね。よくありがちなのが照明を前方からバンと当てると、こんな感じで照明をカメラの真後ろからバンと当てちゃうとさっきみたいな映像になりますね。でしかも、上のライトが、この天井のライトがね、暖色系の色に対して今青色の LED の色味になってるので、結構ちぐはぐになってしまうと、色味がかなり変わるので、僕はこのねプラ板をあそこに挟み込んで、色をつけてます。でちょっとつけてみますね。でちょっと色味が元に戻りましたよね。上の天井の色とこの木の色と僕のパーカーの色とが、まあ、合うみたいな感じでしょうか。でもなんかいつもと違うなという感じですよね。正面から光が当たってるのであんまり良くないと。でここで、照明の位置をねちょっと変えてみます。斜め45度にするといいということなので、ちょっと斜め45度にしてみますよ。こっち側こう動かしてみます。ちょっとマシになりましたでしょうかね。斜めから入ってくる と、これはね、ビート内藤さんとかね、同学校の那須さんがですね動画で紹介してましてですね、斜め45度から当てると、これ花の影とか、それからここのね、なんだっけこれ、あのこのほっぺたのこの三角の光とこの頬の影、これがこううまい具合に当たって顔に立体感を生む、映像に立体感を持たすことができるというような効果があるようですね。斜め45度から光を当ててあげるといいということですね。でもなんかこの辺に影が映ってるのなんか気になりません？ね、ちょっと光がねちょっと強すぎるんですよね。でこれでこのソフトボックスを入れてみると、ちょっとソフトボックスを入れてみますよ。はい、どうでしょうか。ちょっとソフトになったかな。まだ影はね映ってるんですけど、さっきみたいにビガビガの影にはなってないのかなって、もうちょっとこうやんわりとした影が生まれてるんじゃないかなという感じがしますけどもね、いかがでしょうか。もうちょっと暗くしてみようかな。うん、こんな感じでしょうかね。もうちょい近づけてもいいかな。うん、良くなったんじゃないでしょうか。でですね、まあ、これで良かったんですけど、もうちょっとね色味をつけたいなということで、まあ、こっからですねお化粧ライトみたいな感じでね、お化粧のライトをつけてみたら、後ろのさっき言ったような壁側のライトをつけるともう少し雰囲気が上がるんですよ。ちょっといきますね。よいしょ、はい、戻りました。だいたいこんな感じですね、僕の動画のね作り方としてはね。だいぶ色味が戻ったのかなという感じですね。最初の映像がバンとカメラと、カメラの映像だけね、バンとカメラの映像だけで、次がライトを正面から当てた時の色味ね、これにいいですね、これにプラ板、まあ、赤色の柿色のプライターを挟んだ時の映像がこれでね、で斜め45度から当てた映像がこれで、うん、ちょっときついね影が出てきているので、ソフトボックスをこれに組み込んでいくとこんな感じになって、ほんでちょっと背景が暗いので後ろに、もう一個照明をボンとつけるとこんな感じとね、戻ってきた感じがします ね。もう一個こっちに電球があるのでこっちつけてももうちょい明るくなるのかなという感じですかね。はい、あとはそうですね、やっぱりこの影がねやっぱまだ気になっちゃうので、もう少し大きめのディフューザーっていうかね、丸い感じのパラソル型のソフト傘っていうのかな、ああいう今ちょっと光源がちっちゃいので、もう少し大きな光源にするともう少しこう影がマイルドになるのかなという感じがして、次のステップとしてはですね、あのソフトボックスをもう少し大きいものに変えてみようかなという風な画策も今しているところでございますね。はい、まあ、こっち側にこう寄ってみればいいことはいいんだけどもね。はい、あと工夫としては家の照明を消してこの照明のみで撮るっていうのも一つありなんですよね。ちょっとやってみますね。
こんな感じも結構いいですよね。結構暗めの映像になりますけど、こうつけちゃうやつと消した感じ、あ、消した感じがいいかな、うん、もう少しこうトーンダウンして、こう夜を想定して撮影するような時はこんなの方がいいかもしれないですね。これにこうジャズのミュージックみたいなとかけてあげると、意外にお酒飲みながら、見てもらうような内容の動画には、心が落ち着くみたいな、そんな感じになるんじゃないでございましょうか。はい、はい、あ、これもいいね、はい、完全に後ろ切っちゃうと、あ、もうこれはもうこれはこれでしんどいね、暗すぎる感じに、 これもまあええことはええけどね、本当にろうそくの炎だけで撮るみたいな、あ、こんなんもなくはないね。まあ中にはね、本当にあの白色の本当に LED ライトでバシバシっと当てて、明るくして撮るみたいな人たちもね多いとは思いますけども、まあ特に女性とか、コスメ系の映像はできるだけ女性はね、シワやら影をなくしたいと思いますので、バンってあのリングライトでダンダンみたいな感じで当てている方はまあおられるとは思いますけど、まあ僕の撮影環境としてはまあこんな感じかなというところですね。はい、コツとしてはそうですね、色味、服の色味をね、柿色系の暖色系にすると結構いいのかなという感じ、色味、服の色味までもちょっと考えて、いるところですかね。はい、あと BGM の関連というかね、 BGM が合うかどうかみたいなね、そんなところを意識しつつ今やっている感じですね。はい、いかがだったでございましょうかね。参考になるかどうかわかんないんですけどもね、俺やったらこうするよみたいな、うん、そういう動画になったらいいかもしれませんね。はい、僕やったらこうしたいとかね、まあ僕もまあ電柱みたいなもんです、あの電柱までね、はい、もう電柱 YouTuber みたいな感じだと、まあ僕の屍を乗りて越えていけみたいな感じで、見てもらったらいいのかなという感じですね。はい、はい、まあおかげさまで300人、登録者がね300人になりましてありがとうございます。300人ということはね、300人の前で喋れたらそう喋れないと思いますのでね、はい、1日まあ1人減ったり増えたりしながらですね、ちょっとずつまあ増えてはいますので、まあこれからね頑張ってやっていきたいなという感じですね。あとまああんまりね、あのチャンネル登録者登録者でね、数にこだわってもねいけませんので、まあ自分のやりたいね、みんなが楽しんでもらえる、登録者の人が楽しんでもらえるような映像を撮っていかなきゃいけないのかなという感じですね。結果は後からついてくるという感じでですね、あまり、うん、結果にこだわらずにね、あのやりたいことやっていくっていうのが一番いいのかなという感じがしております。はい、以上ですね。ですから、ドローンとかもねやってみたいね。マビックプロ、マビックプロ2じゃなくてマビックプロもね持っておりますので、まあ、その辺のマビックの動画も作ってみたいなとも思いますし、うん、まあいろいろやってみたいことがありますので、またよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。コメントも待っておりますので、よかったら、軽い感じで送ってもらえたらありがたいと思います。それでは、うん、需要があるかどうかわかんないんだけどもね、はい、僕の撮影環境の裏側でございました。はい、また。